こんにちは、テントの青木です。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日は開発秘話をお話ししたいと思うんですけど、今日紹介するのはこちらです。ウォール4ワン。仕事とか作業をしてると行き詰まることあるじゃないですか。でそういう時に気分を切り替えたくて作ったのがこのウォール4ワンになります。これね、キャスターがついたこの底板とノートパソコンが置けるくらいのこう天板で、あとはここですね、前と後ろに有孔ボードがついているっていう、こういう構成のものになってます。でどうやって使うかっていうと、普段こう座って仕事してるんですよ。在宅ワークの時なんかはもうずっと一日中座っちゃうじゃないですか。なんかうまく進まない、思いつかないなっていう時が結構あるんですね。そういう時にこうウォール4ワンのところにパソコン持ってきて、でその上でこう窓際なんかにこう移動したりしてね、まあ、こんな感じでこうスタンディングデスクとして使えますし、この有孔ボードのところにはいろんなアクセサリーがあるので、そういうのを好きな位置につけて、まあ、鍵をつけたりリュックを下げたり、あとこんな感じで紙コップに文房具を入れたりしてですね、使うことができるようになっています。で僕はこんな感じの気分を変えるためのスタンディングデスクとして使ってるんですけど、他にもですね、例えば窓際でよく日に当てられる植物の棚みたいにして、裏側には DIY の用品を置いてみたりとか、あとは表側にコーヒーの道具を置いて、裏側にはキッチンツールを置いたりとか、表にギターやヘッドホンで、裏にはレコードとか本を飾るとか、プレゼンテーション用の台としてもいいんですよ。ポスターを掲示して、で裏側にはケーブルマネジメントしたり、ドリンクホルダー置いたりとか、あと意外といいのがこのレジですね。この商品棚になるんですね、この有孔ボードの部分が。天板のところではレジをしたり、この裏側にね、ガムテープとかいろんなものを置いて隠しておけるっていうのもね、すごくいいんですよ。そんなオール4ワンなんですけど、思いつくまでにめちゃくちゃ時間かかってますね。過去最長ぐらいです。どうやってこのプロジェクト始まったかっていうと、新潟県の燕市に更新産業っていう会社さんがあるんですね。産業用の換気扇とかですね、ちょっと金属の大型の産業用機械なんかを製造している工場さんになります。その工場に森井さんという方がいて、まあ、ご実家の工場だったそうなんですけど、これまで大きなメーカーの産業用の機器を作っている工場さんだったんですけど、改めて自分が戻ったことを機に、一般の人に使ってもらえるような商品が作りたいっていうことで、テントにお声掛けいただいたっていうのが始まりだったんですね。最初は森井さんの方でこう世の中に必要なものは何だろうっていうことを考えて、家電みたいなちょっと変わった機能を持ったゴミ箱っていうのを構想されていて、でそれをテントにデザインしてほしいっていう依頼だったんです。テントの方では依頼に従って、この家電みたいなゴミ箱っていうのをこういくつもスケッチを書いて提案して、工場見学をしてっていうことをしたんですね。試作はすごく綺麗にできてましたし、ある程度可能性のある製品ではあるなと思いつつも、更新産業の工場を実際に見学させていただいた時に、ちょっと更新産業さんの設備を使うっていうよりは、外部のいろんなものに頼らざるを得ない企画になってるんじゃないかなと思いました。っていうのもやっぱりこう家電みたいなものって、こうソフトウェアの設計もいりますし、素材とかですね、いろんな部品必要になりますんで、更新産業さんのこの金属部品の製造っていうところに特化したいいアイテムが思いつくかもしれないということで、一旦ゴミ箱の案っていうのを置いておいて、別の案を提案させていただけないですかっていうふうにお話ししまして、テントの方で考えることになったんですね。世の中に今必要とされているものはないかっていう着眼点で考えようよっていうことになって、コロナ禍のど真ん中だったんですね、当時。なのでユニークな除菌ウェットティッシュケースの案っていうのがあって、それをたくさん試作して実際に使ってみたりとか、あとは小型のサーキュレーターなんていうのも作ってみたりとか、あとはアルコールスタンドなんていうのも試作したりしました。でさすがやっぱりものづくり慣れている更新産業さんで、試作自体とっても綺麗なんですよ。で使ってて結構こうしっかりしていて、いい感じだな、すごくいいなと思っていたんですね。でもこれね、1ヶ月ぐらい使って、使えば使うほどモヤモヤしてきたんですね。やっぱりもう一度ゼロから考えさせてくださいってお願いして、別の案を考えることになりました。でその当時の資料がこれですね。世の中で盛り上がっている感染症対策系アイテムで何か出せないか、でアルコールスタンドが下の部分無駄なんじゃないかなと思って、でちょうど玄関に置きがちな傘立てっていうのが一体化できるんじゃないかっていうことで、アルコールスタンドプラス傘立てっていうのを当時進めてました。使い勝手良かったんですよ。なんですけど、誰がどこでこれ使うかなって考えた時に、ちょっと自分の家にはアルコールスタンドって専用すぎて、ごつすぎて、なんかお店向けみたいな感じで作ったらいいかなっていうふうに思い始めていたんですね。
自分以外の誰か買ってくれる人を探すっていう発想になっちゃってたんですね。でこれに気づいてこの考え方危険じゃんって思い直したんですね。でそもそもこの取っかかりが世の中になってる、ここやっぱ良くないんじゃないかなと思いました。もっと切実に自分自身の困りごとを起点に考えるべきじゃないかって思いついたんですね。どういうことかっていうと、例えば家でリュックを置くいい場所ないなとか、ノートパソコンの置き場がなんかないなとか、充電ケーブルぐちゃぐちゃに置いてるよとか、スリッパ置き場ないなとか、 IKEA のワゴン持ってるんですけど地獄みたいになってるなとか、脱いだズボンどうするとか、なんかこういう細々した未解決の問題って結構あると思うんですよ。こういう自分自身のリアルな困りごとを起点にして世の中にアプローチしていくみたいな、そういう方法の方がいいんじゃないかなと思ったんですね。自分はそれ買うじゃないですか。で買ったものを人に自然におすすめできるってすごくやりやすいことだと思ってて、そういう感じでものを作るべきだなって思い直したんですね。まあいろいろスケッチ書いていたんですよ。あ、これ悪くないんじゃないかなと思った当時のスケッチがこちらですね。これをもとに家で、まあ、子供と遊んでる時に工作のついででこんな試作を段ボールで作ってみたんですね。で実際にこれを家に置いてみてすごいしっくりきたんですね。なのでこれをちょっと真面目なスケッチにして、で更新産業さんに提案することにしました。この案でよし行けましたって言いたいとこなんですけど、この案を現実のものにするのに1年半とかかかってるんじゃないかな。構造がですねすごい難しかったんですよ。この横から見ると I 型になってますよね。この構造だけであんまりぐらつかないっていう剛性を持たせるためにめちゃくちゃ構造で苦労しました。僕の方でもどういう部品をどう組み付けるかっていうスケッチを何度も何度も送って、で更新産業さんの方でも実際金属で試作をしてこう揺らしたり試したりするっていう日々がずっと続いて結構知恵が必要でしたね。具体的にちょっとだけ紹介しますと、例えばですねこの天板と底板、同じ板に見えるんですけど、この底板ねすごい分厚くて重い板を使ってて、天板はね結構薄めの板使ってるんですよ。そうすることで重心がすごく下に行きますよね。だから不用意に倒れることがないっていう風になってますし、この2本の柱があって、で上と下からこう板はめてるんですけど、この板のここにですね構造物が入ってます。でこの構造物の溶接位置とか、あとこのネジのですねこう打つ位置ですねとか長さとかですね、構造物のこのあたりを何度も何度も繰り返してしっかり剛性が出て、実際に僕も使ってて全く問題なく使えるぐらいの丈夫なものが出来上がりました。あとは塗装ですね。お家に置いていただいた時にやっぱりツヤツヤとかのぺーっとした感じのものって置きたくないじゃないですか。これねこのグレーは石みたいな混ざった感じの独特の塗装になってます。ブラックの方は触るとちょっとザラザラしたようなマットな質感の塗装になってますね。この金属加工も塗装も、あとこのフックですね、このフックについても全部新潟県の燕市で製造しているので、まあ、安心して使っていただけると嬉しいです。はい、そんなわけでかなり紆余曲折があったウォール4ワンなんですけど、発売直後から本当にたくさんの人にお買い上げいただいて、でハッシュタグのウォール4ワンで見ていただけると人それぞれの使い方が見られてすごい面白いと思うので、ぜひ見てみていただきたいです。昨日ですねちょうどモノグラフの堀口さんがですねウォール4ワンに DJ の機材を置いて、で DJ プレイをやってみるっていうのをやってくれてましたね。もうウォール4ワンそのために作ったんじゃないかっていうぐらい完璧な状態になっていて、そんな感じでちょっと僕の想像も超えた使い方がどんどん生み出されているウォール4ワンなので、用途が広がっていくと嬉しいなと思ってます。というわけで今日はこのウォール4ワンについてお話しいたしました。こんな感じでこれからもものづくりのこととかデザインのこととか製品開発のこととかをお話ししていきたいと思っているんで、もしよかったらチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。